こんにちは、YouTube、How are you? パチ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 、I am レオちゃんです。さあ、僕のメキシコトリップはまだ続くよ。今ね、セノーテ・ラスカラバスっていうところに来てね、これから穴に飛び込むところです。これね、結構怖くてね、なかなか飛び込みませんでした。結構低く見えるけどね、なんか飲み込まれる感じがしてね、ちょっと怖かった。あとね、手にカメラを持ってるから泳げるかなっていう心配もあって、だってね、ブランコとかはしごとかロープとかいろいろあって、みんななんかこうやってぶら下がってね、休憩して、あとこの穴とかからね飛び込んだりとかして、すごかった。でね、これ今はしごを上がってるんだけど、これが結構ね、苔がすごくて滑りやすいんだよね。だからなかなか上がれなくて、でも楽しかった。いい運動の後はこのテキエリアホノリオというところに来て、このトゥルムの町の一番人気のタコスレストランです。結構ね、中入るのに並んだよ、人気だから。でもうまかった。いいランチの後は近くの浜辺にウミガメさんと遭遇してきました。なんかね、3匹ぐらいと会えたんだけど、結構ね、このラッキーだった。かわいいよね。これなんかね、ウミガメさんの進んでる方向とか邪魔しちゃいけない、と触っちゃいけない、あとは海藻を踏んじゃいけないとかね、海を守るために。だからずっと浮きっぱなしで一緒に泳いでました。今なんかチラッと見られたね。 Say goodbye されたんで、じゃねー。またねー。それでそれで夜は友達に銀太郎っていうレストランに連れてかれて、綺麗だよね、おしゃれ。なんと僕の誕生日サプライズでした。40になっちゃった。いやー、Alright, that's it for today. If you liked the video, please give me a thumbs up. Please subscribe for my channel. See you next time. Sayonara, YouTube. Bye-bye. Janet!